こんにちは。日本の皆さん、高橋談です。英語の新聞読むな、超難しそうなことをやりたくねえよ。そう考えている人多分いると思います。今日はあの僕の視聴者たち多分知ってるご存知だと思いますけど、僕は新聞をいっぱい読んでいます。特に英語の新聞で、母国語も英語。で、えー、これに対してこれをどう僕が読んでいるのか、えー、それと、もしあなたが英語完璧読めなかったら、 これヒントをあげます、あの秘密といったら変だけど、まあ、いろんなツールがあるんです、えー、インターネットで使い方のも。でこれを使って特にあの難しい話題、えーまあ、金融、経済、政治、マーケット。 あのこれに対してあなたも情報を知りたい。大体いいニュースって最初英語で出てその後日本語で出てるのであなたもみんなと同じ、えー、な英語が喋れる世界のみんなと同じように同じスピードで同じ時に情報を取りたい。そのためにこのビデオをちょっと作りました。で、あのダン・タカシ僕の名前のモーニングルーティーン、僕が何を読んでるか、まずそれを最初に説明してその後に、えー、どうやってそれをあなた、えー、もし英語が読めない人 に対してそれを通訳してで、そこに対してどのキーワードに注目した方がいいか。で最後に、まあ、僕のおすすめ、これからどうやって英語を習えばいいか。特に習いながら、えー、ニュースを読むというのが、えー、一番のおすすめなので、そのやり方を皆さんに、えー、教えたいと思います。まず最初にあの、まあ、僕のルーティーンとして何を読んでいるか。まあ、あの僕は一番最初に大体読んでいるのは日経。<laughs> 日本のニュースを最初に読んで今どうなっているか。 なので日経新聞を読んでいます。で、あのそこから、えー、ブルームバーグであの市場がどうなっているのかを見ています。で、そこからあのブルームバーグのニュースを読みますね。最初はブルームバーグの数字を読みます。一番最初にいつも数字を読んでいます。マーケットがどう世界中、株など、エネルギーなど、コモディティなど、金属など、為替など、通貨など、全部数字を見てから それからニュースを読む。で、ブルームバーグとか読んで、その次にトレーディング・エコノミックスとか読んで、その次にマーケット・ウォッチを読んで、その後に CNBC を読み、あとに Financial Times、Wall Street Journal、えー、Political、これは政治ニュースとワシントンポストを全部読んでいます。まあ、全部というか見通しで読んでいます。で、えー、ーこれを全部読んで解釈して、 あのまあ、パターンを見つけるこれが大体僕のモーニングルーティーンオーマイガードこんなことできるわけないよダンとか思ってる人大丈夫ご心配しないでください僕がここからヒントをあげますあなたも、えー、もし完璧英語が読めなくても喋れなくてもあの誰でもできるやり方はあるんですそのヒントを教えますなぜかというと僕も1年前はほとんど 日本語が全然喋れなかったんですよだって,日本語なんて10歳東京出てからあのずっと海外住んでたもんだからまあもちろん日本語は少し使えてたけど全然使ってなかったんですだから僕もかなりあ今でもめちゃくちゃ下手だけど、えー、ここまでのレベルに来るのもちょっと苦労したんですなのでそのための僕のヒントを教えますどうやって僕が日本語をまあこれわかんない今の小学校ぐらいのレベルに上げられた方法を 皆さんに英語で逆する方法プラスこれでニュースも読めるようになる方法があるのでそこを皆さんに教えたいと思います。Right. 早速始めましょう。まず一つ一番ベーシックなところなんですけど記事を読むときどんな記事英語の記事でも日本語の記事、まあえーそうですね、英語にしましょう。Google ツールがあるんです。 Google ツー,ールでこの Google ツールでこれ出てきますねこの通訳ツールを皆さんみんなインストールしてくださいど,れどこのパソコンではどこでもできると思うし携帯でもできるかなと思いますし iPad でもできると思いますでここの Google ツールパッド Google Translate をインストールしてでそこからそれが最初の一歩ですねでそこからアメリカの記事 をだんだんん読み始める。でも最初にできれば日本語を読む僕が一番最初に習おうとした時は最初に英語を読んでそこから日本語を読んだんですなぜかというとまず完璧日本語が読めなかったんです1年前はゼロだったんですゼロ、えー、ほとんどゼロなので最初に英語を読んで内容を分かってその後日本語の記事を読み始めたんですだからあなただったら最初に例えば日経新聞を読んで金融とか経済とかそのセクションを 読む。まあ、もしどのセクションでも読んでもいいですけど特にあの、ね、僕が話していることとかよく経済とか金融とか政治ビジネスマネーマーケット、まあ、ここの部分ですね。を話しています、まあ、国際も話していますねだからここの部分を読んでみる日本語で,で理解するその後にアメリカ記事英語記事、まあ、アメリカ記事したら変だね英語記事にロテートするんですよ。理解してから何が起こってるから なので、それがまず最初の一歩ですね。その後、どの記事を読めばいいかめちゃくちゃありますねさっき言ってたの中であのどれを読めばいいか僕のおすすめはいろんなの読んで一番簡単に読みやすいといえば一番英語の文言が少ないだと思いますさっき言ってた通訳を一番少なく利用するわけですね例えば えだろう長いのだったらこんなの読めたくないですよねでももう少し短いのだったら例えばここだけだったらもう少しやりやすいで僕もさまざまいろいろと新聞読んでるんですけど僕にとって海外ニュースまず1つあなたがマーケットを読んでいる人だったらあのおすすめは CNBC です CNBC が書いてあるのはこれはアメリカの会社 なんだけど、一応書き方はもう少し一般人のために書いてあるんですよ。リテール、これ、プロフェッショナルレベルのために書いてない。なので、一応文言が少ないんです。後でこの文言ももう少し皆さんに説明しますね。で、これがまず最初の一歩。CNBC と、あの時々、えー、これ、あの世界的に書いてあるので、ファイナンシャル・タイムズも一応これ、イギリスの会社で、えー、もう少し文言が短いんですよ。だからタイトルだけを読むですね。 だからそこがまず最初の一歩ですね。あ、すいません。最初の一歩はさっきの通訳ツール。最初の2番目はタイトルだけを読む。記事。で、フォーカスするのが CNBC、まあ、CN Financial Times。特に、えー、僕がよく話している経済、えー、政治、マーケット、金融、ババババ,バ,バそういう世界ニュース、国際ニュースに対しては、ここのタイトルだけを読む。でもし分からない言葉があったら、さっきの通訳ツールを使う。そこで始まるんです。 で、そこでタイトルを読んで、まあ、わからないところがあったら、クリックしてみる。そのクリックに記事して、だいたいここに概要欄がある。でも、概要欄も読まなくていいです。はっきり言って、タイトルだけ読んでいいと思います。タイトルだけ読んで、しかもタイトルで本当に知らなくちゃいけない部分は、最初のだいたいもう5ぐらいの言葉で出てきます。Treasure Yields Climb。これはもう さっきも3つで分かる。Treasury, Yields, Climb。これ動詞ですね。一番知らなくちゃいけないのは、あとはまあもちろんこの敬語は後で皆さんに説明しますけど、どの商品のことを書いてあるか、それと動詞、何が書いているのか。 ここの動詞の部分はみんなやはりいっぱい勉強しなくちゃいけないと思います。あの、一人でね。いろんな動詞を新聞は使っています。あの、go, climb, mix, rough, this, b いっぱい使うんだけど、大体上がってるか下がってるか、もう区別するんです。上がってる、下がってる、どっちかに入ります。まあ、時々中立でどっちも動いてないという動詞もあるんだけど、大体全部、金文書が書いてるのは、まあ、売るためなので、エクサイトするためなので、上がってる、下がってる、 どっちかに分けて、動詞を分けて、その読み方、そこをノートに書いておくです。自分のまあノートパッドでもいいし、実際、技術が上手だったら自分の写真を撮るんですね。だから、そこが始まりだと思います。で、あの実際、こういうような言葉で知った方がいい言葉、いっぱい出ますよね、マーケットを見てるとき。なんだこの言葉だ、よく分からないけど。 前も僕のビデオで出しましたけど、僕が思う一番重要な英語の言葉、特に経済金融緩和政治に対して、マーケットに対して知った方がいいのは、まず一つが株に対してはよく使われている文言が、Stocks、Equity ですね。で、種類はだい p u パブリック・ストックって言ったらこれ、上場株のこと、プライベート株、プライベート・スタッチって言ったら、まあこれはプライベート、上場してない株のことを示しています。 で、その次によく使われている文言が、Bonds, Fixed Income, Debt, Loan これは全部債権、借金、融資の世界です。Loan というのが融資、Debt というのが借金、債権っというのが、まあ、この全体的な世界なんですよ。Fixed Income, Bonds の世界なので、これがよく使われている。でこの種類の中でだいたい2つに分かっているんですね。国債と社,社債。 国がの借金と会社の借金。国の借金だと大体使われているのがガ e メント・ o ン d と Treasury。だからさっきの記事で見たとき、この Treasury Yields Climb って書いてあるのが Treasury でしょ。Treasury と Yield c クライム、上がるこれだけ大丈夫ですあと見なくていいですよ。次の記事に行けばいい。で、習い始めると思います。全部読む必要は全然ないと思います。今の段階で。で、 他の社債とよく使われている言葉がコーパレット、ボン c クレ d ッ t ですね。からこういう言葉がよく使われています。で、他に知った方がいい言葉、コモディティの世界、これは商品、コモディティ、種類だとエネルギー、金属、メト l スと言われていです。時々言われているのが、えー、とベースメトルスと書かれているんですね、記事で。で、他にこれ、貴金属、団の大好きな貴金属。 Precious Metals とよく書いてあります。金、銀、プラティナム、パレディアム、いろいろと。で、アグ u カルチャー、農業、商品とよく書かれてあります。これも僕も、えー、と毎日皆さんに、えー、毎日ニュースを見ている方たちは多分知ってると思いますけど、えー、まあ、いろいろとこういう文言がいつも出てきます。エネルギー、メタル r アグ u カルチャーと。だから、ここを皆さん、ちゃんとこういう言葉は知った方がいいと思います。 で、他に知った方がいい言葉、為替の世界、これ通貨、えーまあ、為替なんだけど大体いいアメリカの新聞で使っているのが FX、Currencies、Forex、全部同じもてこ,とことですあの。全然変わりないです。で、あのまあ、これ先進国では大体ディベロップと言われるんですね。これは為替の世界だけでもないんだけど本当にどこでも使える先進国はディベロップマーケットとよく言われているんです、記事では。 であの時々 G2 国って呼ぶんだからあんまりよ呼ばないね G10 国とかだいたい Developed Markets って言われてるんですでよく使われる言葉 Emerging Markets って記事でいつも使われるんですこれ途上国のことなんですねだからここも覚えておいてくださいでもちろん為替の使い方はだいたいドルだてほとんどの金分子記事はドルだてドルが分子か分母のどっちですなのでそこもちゃんと理解してくださいで最後に 時々他に出てくる、まあえー、なんだろう言葉 <laughs> は不動産に対してこれはほとんど real estate ですね時々他に使われているのが property 同じです同じ全然あの違いあんまりないのではっきり言って日本の文化だととても細かいですよねあこれはこういう意味こういう意味英語も時々細か,い細かいところあるんだけどそんな細かく日本の文化は特殊にめちゃくちゃ細かい社会です 日本以来の国はそれほど細,くな細かくないと思います。まあ、韓国も細かいし、シンガポールも細かいけど、特に英語話している社会は僕が見た限りそんな細かくないので、えー、そんな定義の違いとかあまりあまりませんので、皆さんご心配しないでください。頭がいい日本人皆さん、みんなこんなの簡単になられると僕は本当に信じて思います。で、特にコマーシャル・リオステイ、これは、えー、工業ですね。これ、ダンの日本語が間違っていた。まあ、工業、商業、納品がコマーシャル。 レジデンタルがこれ住宅、これ段の漢字が完璧間違ってたすいません。で、インダスチュアがさっき言った工業で、ロジスティックスがロジスティックスですね。これが一番出てくる言葉。デリバティブはまあ今のところスキップしてもいいと思うけど、時々金文で出てくるので一応知った方がいいですね。デリバティブの定義を皆さん知らなかったら僕の前の、えー、投資の習い方のビデオを見てください。でも一応オプションはオプションで、フューチャーズは先物ですね。 フォワードはフォワード、スワップスはスワップ、ストラク u r ーは構造商品。あのまあ、これらをいろいろ作ったもので作った商品ですね。なので、まあ、これが一番最初、この、えー、敬語を知っておければ、大体とあのこれを使って CNBC とかあの Financial Times をタイトルだけを読んでいけば、そこからが最初の始まりです。 で手間取ったとき、分からない敬語が何回もあったとき、僕はいつも分からない敬語があるとスク,スクリーンショットを撮るんです。でスクリーンショットを,それを保護するんです。であの時間があるとき、例えば電車に乗っているときかあの、YouTube のな何を撮影するか分からないとき、ただ、えー、と見ているんです、ね。もう時間があるとき、もタクシー待っているとき、電車に乗っているとき、とにかく時々毎日もう10分ぐらいずつ見るんです。ああ、この言葉この言葉 でだんだんそれを習慣にすればあなたも自動的に読めるようになると思います。で、あとは本当に瞬間的に practice makes perfect。あの僕もいろいろと皆さんにコーチをこの YouTube ビデオを使いながら,これ,らこれからもやりたいと思いますあの。特に教育に対しては僕はすごく信じていますしあの日本の社会にもっと英語、英語能力を。 あ上げたいそれと金融の能力も上げたい、これ両方できると思います。あの YouTube チャンネル使って、プラスあのまあ、近似の記事の読め方、あの後でああのまあ、これを何回か試して、皆さんの反応を見て、どれぐらい視聴回数がおかによって、あの記事の読み方、本当に、えー、まあ、細かいところの読み方とかも教えたいと思うので、そこもぜひ期待しておいてください。 で、最後に、あのー、まあ、もう話し始めたけど、皆さんに、えー、そうですね、僕のおすすめ。すぐ習えるわけじゃないです。でも、世界ランキングで最も難しい敬語言葉、大体中国、日本語が一番トップなんです。ずっと、とても難しい言葉を今までずっと教わってきたんです、日本人の皆さん。なので、 英語なんてアルファベット25ぐらいしかないんです。なので、できます。信じてください。できます。僕が日本語をなんとか1年間でこれぐらい喋るようになれば、あなたも 英語の記事のタイトルだけしかも全部理解しなくていいんでそこが多分ミスだと思います。僕の一番のおすすめはちょっと社会的に日本の社会も、えー、英語の社会もちょっと僕も習ってきたので日本だと失敗っていうのがすっごくみんな緊張してし、えー、心配しますね。本当にこれ分かったのまあ、そう教わってますね教育で細かくやってこれ。 テス,トテ,ストテスト社会ですね、日本の社会あの。でも特に海外ではテスト社会もあるんだけど、トライアル、エラー、やってみて失敗するかどうか。で、失敗は OK というところもあるんです。まあ、一も失敗してたらダメだけど、僕は失敗をすごく信じてる人で、失敗めちゃくちゃしています。倒産近くも2、3回もあったし、ソーシャルもいろんなこともめちゃくちゃ失敗してる人です。で、ともかく、 習うときは失敗ということは全然心配しないでください。それでいいんです。でタイトルだけを読んで、完璧理解してなくても大丈夫。自然になるんです。あなた、自分を信じてください。自分の脳を信じてください。<laughs> ちゃんと睡眠をとって、健康をとって、僕のビデオを見て、いろいろやって瞬間的に、受動的に体当たりになれるんです脳。脳っていうのも一応筋肉の部分の一つなんです。種類の一つなので、慣れてきます。 でこれをだんだんやってくると、ああ、この言葉前あそこで見たな。ああ、この言葉前、だがなんか変な言うこと言ってたけど、出てきたな。で、そこでだんだん取れるんです。なので、まあそこが僕のおすすめですね、えー。皆さん、今日も聞いてくれてありがとうございます。ぜひ皆さんの反応、すごく聞きたいです。僕はあの教育に対して僕、強く思っているので。 これを皆さんこれからも続けたいと思います。あのもちろん僕は英語はもう日本語のもう5倍ぐらいうまい、多分5倍以上うまいので、えー、英語を教えるのっていうのは僕にとっては全然難しくないので、あのまあ、どのレベル、しかもどういう話題か、どのトピックかに対して皆さんも聞きたいです。何を知りたいか。で、一番僕が重要だと思うのは、やはり金融ですね、お金。 あのお金の使い方、投資の使い方、金融の使い方、特に日本はこれからの未来は、あの昨日のビデオも見てください。やは,はり僕はコロナの後、コロナも関係なく一番でかい問題は、これからはデフレだと思います。でえーまあ、賃金が上がらないあの、まあ、いろんなものが上がらない。であのこれに対して、あのまあ、これもあるし教育のビデオも見てください。あの英語能力は今、日本はあの、まあ、いろんな世論調査があるんだけど、 えーまあ、低いですねあの世界的にあの途上国いろんな途上国より低いでこれに対してあの何ができるかと言ったらここです毎日10分でもいいしみんな10分あります僕の動画なんかも10分よりもっと長いじゃん10分あるので10分だけ読んでください皆さん10分だけもう5分でもいい5分でもいいです最初,はもう最初の5分だけここのタイトルだけを読んでくださいでここでだんだん分かっていきますチャイナでしょ China hits back at US もう最初の5文字だけでだいたい分かっています。China, US 分かる、ね。ヘッド、あとは動詞です。ここの動詞を全部別々にするんです。これはポジティブかネブキティブ。上がってるか下がってるか全部区別するんです。だいたいその2つに分かれます。で、習ってくると思います。今日もありがとうございます。ぜひ皆さんのコメント聞きたいし、僕の登録をお願いします。チャンネル登録もお願いします。皆さんありがとうございます。感想を聞くのを僕は楽しみにしています。